こんにちは、ご機嫌中飛車対策をご紹介します。5六歩に、8四歩7六歩3四歩、5五歩で8五歩に角を上がって受けます。でこちらも銀上がって中央補強して飛車を回って玉を上がります。で、相手がここで銀上がってくることが多いんですけれども、まあ、銀にはこちらも7四歩で銀に対抗して、5六銀5七銀ですね、7三銀と上がって、この途中のどこかで、まあ、5二金とか3二玉と寄るのも手堅い手で、それも最善の一つです。まあ、ここで6六銀と上がってくると、まあ、こちらも6四銀と上がって銀対抗の形になって、ここからは駒組みが進むかなと思います。でまっすぐ銀を上がってくることも考えられるんですけれども、まあ、これも6四銀と上がって、銀には銀で受けます。で4六銀は、まあ、あまり見たことはないんですけれども、まあ、これも一緒で、まあ、6四銀と上がる手がいい手にやっぱりなるので、まあ、基本銀には銀で対抗するといいかと思います。でまっすぐ銀を上がってきた場合、まあ、ここで5二金とか、あとは3二玉であったり、3二銀、3二玉はちょっと評価値どうだったかな、3二玉、まあ若干下がるはするものの、まあ悪くはない手ですね。なのでやっぱ5二金か3二銀、このあたりをしておくと手堅い手になります。で、まあ、6四銀とここで上がると、まあ、攻め合いになる可能性はあるんですけれども、攻めを急ぐならこの手がいいかなと思います。まあ、あとは7五歩とかもありますね。で、もし4五銀とこう攻め合いに来られた場合、まあ、これは3二銀と受けとくのが、まあ、手堅い手ではあります。でもし銀が進出してきたら、こちらは7五歩とかから反撃していけるので、一応これはこちらが有利になってます。で進めると、まあ以下同歩で8六歩で、まあ同歩同角、同角は少し評価値が下がってますね。これは5五角と出れるので、まあ9の香車がかなり受けにくいことになりますね。まあ、受けたら8八歩と、まあ、打てるので、これはかなり厳しいかなと思います。でまあここではもう同飛車が最善なんですけれども、まあ同銀と取っておいて、でここの相手の最善がまあ5八金とか、まあ、あとは7八金とか、まあ、示されてるんですけれども、まあ、こちら8八歩を打って飛車の打ち込みの隙も作れますし、まあ一度4四銀と下がって、相手の攻撃さえ防げれば、こちらは攻める手がたくさんありそうなので、6四銀なくはないですけど、こういうのもまあ角が玉を睨んでるのが気持ち悪いので、緩和しとくという手もなくはなさそうですね。で飛車をズバッと切る手も、まあ評価値は落ちるんですけれども、まだこちらがこれでも有利ですね。攻めるならこういう手も面白いかなと思います。なのでまあこういう展開になれば有利であるということを意識しておくといいかなと思います。で8六歩に同歩が最善
なんですけれども、まあ7五銀と出て、でまあ飛車を浮いてきて、これはまあ2筋に回ってくる手とかを狙ってるんですけれども、こちらの攻めの方が少し厳しくて、まあ7六歩打って、まあこれ8八に行くとこちらの飛車が走れるので、これは優勢ですし、まあ6八とかもあるんですけれども、まあ、8四飛車と浮いた銀取りにしておくとか、あとはまあ5二金で1回受けとくとか、まあ、6四銀も受けの手ですね。まあ、角が出て9一の香車とか、まあ、飛車のコビに狙われたりする手もあるので、まあ、受けとくと手堅いかなと思います。で、これがまあ5五銀とかいう手も狙っているので、で相手の角がどき次第こちらの飛車は走れるので、これは有利になってます。あとはですね、そうですね、あとはここで5四歩、ですね、銀が出られたときに8、6、5、2、3、一度3二銀受けておいて5四歩という手も考えられるんですけど、まあ、これは一度角成り7七角成りで王手で角交換して同桂に、まあ、もう攻め合いですね。8六歩とついて、まあ、同歩なら同飛車で、まあ、相手が歩とか受けてきたら、まあ、5四歩と取っておいて、で同飛車だと、まあ、これは5三歩と打つぐらいでもそれ以上攻めがなさそうですし、まあ、飛車が走るとこちらは8八飛車成となれるので、これは有利優勢、大優勢ですね。大優勢だと思います。ただまあどこかのタイミングでですね、ここで5四歩と手を戻すのも有力です。まあ王手で歩を成られるのが嫌なのであれば、一度同歩と5四同歩と取っておくのがいいかなと思います。まあ以下同銀に5二金と受けておいて、まあ5三歩とか、ああでもこれはちょっと評価値が下がってますね。こっちの金ですね、4一の金を5二に上がっておくと、まあ歩打たれても6二金と寄っておけば、これ以上相手の攻めがまあ難しいかなとは思うので、まあ角打ちとか、まあ、これは3三桂で当てれますね。1個引いて角を打つと、これも角をいじめることができますね。なかなかここから相手も攻める手が難しいのかなとは思います。2二角打ちも3三角打ち同角成り、同桂同玉、同桂の方が良さそうですね。でまあ角打ちとかはあるんですけれども、こちらの8六歩の方が厳しいとソフトは見てるみたいですね。まあ相手居玉なので、こちらの飛車が突破できれば結構寄りが早いのかなと思いますし、まあこちら1一の香車取られてもすぐに、玉に迫る手はなさそうに見えるので、これはこちらが優勢となってます。なので、5筋をこう突破しようとしに来ても、一応これは受かっているということになります。今回はこういう感じで、また詳しい変化
等は次回以降上げていこうと思います。今回は以上です。ありがとうございました。